众朋友们晚上好。皆さんこんばんは。4月11日月曜日、日本のニュースをお伝えいたします。4月8日フランスを拠点に世界的に活躍するニコ演奏者郷敢さんが東京で公演を行い、ニコの名曲を演奏しました。郷敢さんは新陽生まれで、ニコや打楽器の奏者であり、作曲家としても活躍しています。2011年フランス留学のためパリに渡りました。打楽器を学んだ後、ニコへの演奏活動を展開し、すでに70カ国を回り、2000回以上の演奏を行い、40枚以上のアルバムをリリースしました。今回は初めて東京で公演を行いました。郷敢さんは2000英傑、並行集結などの名曲を演奏したほか、箏演奏家と共演し、日本の民謡桜桜を演奏しました。郷敢さんは現場で訪日の認証について次のように語り、また両国は音楽においてさらに交流したいという願いを語りました。東京はとても美しい都市であります。桜の見どころの季節に参りまして、本当に美しいということは印象的であります。日本の伝統的な音楽、例えば箏、尺八、三味線なども私が大好きです。私の音楽もぜひ楽しんでいただきたいと思います。伝統を重視し、また今後中国の伝統、またオリジナリティの中国音楽を皆さんにお伝えしたいと思います。文部学院の高尚碑院長は今回の演奏会のために詩を作りました。日本の中国人の中国のアーティストに対する思いを込めました。また現場でニコの愛好者とも交流を行ったということです。また演奏会の最後に、ニコの演奏家とともに名曲競馬を演奏し、クライマックスを迎えました。